ジェノバのスカイラインカルロフェリーチェ劇場ジェノバはイタリアの北西部にある都市、その周辺地域を含む人口約57万人の基礎自治体。リグリア州の州都であり、ジェノバ県の県都である。ジェノバとも表記する。リグリア海に面した港湾都市で中世には海洋国家として栄え、商工業が発展した都市で、 イタリアの金融業の中心地としての長い歴史を持つ。現代においてもミラノ、トリノなど、北イタリアの産業都市を背後に持つジェノバ港は、イタリア最大の貿易港であり、地中海有数のコンテナ取り扱い高を誇っている。コムーネ人口は、全国6位。標準イタリア語以外の言語では、以下の名称を持つ。日本語文献では、英語名称より、ジェノアと記されることもある。 ジェノバのプロサッカークラブは、イギリス人が設立した経緯から、ジェノアを正式名称で用いる。ジェノバ県内では西部に位置するコムーネである。ジェノバ市以外は、ミラノから南南西へ、約 120km、トリノから南東へ、約 124km、ニースから北北東へ、約 156km、フィレンツェから西北西へ。 1> 約1 9 7キロメートル首都ローマから西北へ約3 9 9トルの距離にある。ジェノバ県隣接するコムーネは以下の通り。ジェノバの古名、ジャヌア、またはジェイアはケルト語の入り口の意、他の説によると先住民族の王だったと思われるヤヌスから来たとも、紀元前6世紀頃から人類が居住していたとされる。ローマ時代には以前より、 天然の良好という環境を生かし、海運業や軍港として発展した。ジェノバ共和国戦1 0 0年頃より自治都市となり、その後はジェノバ共和国として発展する。ベネツィア、ピサ、アマルフィなどの他の海洋都市国家と競いながら、軍事力、経済力の影響力を増した。特に商船、軍艦による通商金融の分野でヨーロッパ全土に権威を振るい、 国会貿易を独占するなどした。コルシカ島、カファなどのクリミア半島南岸諸都市、コンスタンティノポリスの金閣湾北部、イスラーム統治下のイベリア半島諸都市などに植民地、あるいは召喚を築くなど、地中海の覇権をベネツィアやオスマン帝国と争った。16世紀には金融業で財を成した貴族が多く、現れ、繁栄がピークに達した。 アンドレアドリア海軍帝督の頃は、スペイン王に協力し、多くの貴族が金融で富を築く。その頃は、ラサプザーバ、すなわち、華麗な都市との異名があった。1797年、ナポレオン・ボナパルト率いるフランス軍に侵攻され、その海来国家である、リグリア共和国となり、1805年にはフランスに併合、ナポレオン失脚後のウィーン会議後も共和国であったため、 回復させてもらえず、ウィーン議定書により、サルデーニャ王国へ編入され、ジェノバは独立を失った。その後リソルジメントで、サルデーニャ王国がイタリア半島統一をなし、イタリアの有力な都市の一つとして発展した。第二次世界大戦後は、郊外の侵興を中心に発展したが、旧行を中心とした旧市街が未整備のまま一部残され、インナーシティ問題が拡大した。 その後1992年に万国博覧会、国際線と海の博覧会を開催。都市内部再開発事業などで古くからの港湾都市としての歴史を生かした新しい街づくりに取り組んでいる。2001年には G8 の開催地となりグローバリゼーションへの抗議行動で話題を呼んだ。2006年にはレストラーデヌオーベとパラッツィ、デーロッリが 世界遺産に登録された。崩落したモランディ共二つのターミナル駅ジェノバ、プリンチペ広場駅、ジェノバブリーニョレ駅があり、ピサラスペーツやジェノバ線、ミラノジェノバ線、トリノジェノバ線、ジェノバベンティミーリア線などの主要路線が発着する。また、ジェノバ地下鉄1路線が運行されている。フェルダーリ広場アンジェロディモンテベルデ歴史のある街並みが、市内中心地に、 大きな規模で残っており、貴族の邸宅から庶民の街まで中世自治都市の映画を伝える雰囲気がある。また休校を中心とした地域は、1992年に開催されたジノバ国際博覧会の際に建築家、レンゾピアノの再開発プロジェクトにより、文化観光地域に生まれ変わっている。ジュゼッペ・マツイに、ありがとうございます。